こんにちは。日英通訳英語コーチの片桐美穂子です。英語の学習がなかなか続かないというあなたのために、自分で学習内容を決めて実際に21日間英語の学習を続けてみるという実践型のオンライン英語教材、21日間セルフコーチングプログラムをご紹介いたします。今年こそ英語を頑張ろうと思って学習をスタートしたものの、長続きせず途中で終わってしまった、三日坊主になってしまった、こういう経験を持つ方多いですよね。また英語の教材がたくさんありすぎて、自分に適したものがどれなのかわからないというお悩みも、私のところには多くの方から届いています。自分で適した教材を見つけて一人で英語の学習を続けていくというのはなかなか大変です。皆様のそのようなお悩みを解決するために、自分で学習する内容を決めて21日間英語の学習を続けてみるという実践型のオンライン英語教材、21日間セルフコーチングプログラムを作りました。毎日送られてくるメールの質問に答えながら学習を進めていくという教材です。ワークシートに書いてある質問に答えていくと、皆様の英語学習の目標、それから毎日どんな英語の学習をすればいいかということが決まります。次にそれに沿って実際に毎日21日間英語の学習をして、毎日学習の報告メールを送ってください。期間中は21日間毎朝質問のメールが届きます。その質問のメールに答えることで、英語はもちろん目標達成に欠かせないマインドも鍛えることができます。このプログラムには、私が個人コーチングで使っている英語の目標達成に欠かせないエッセンスをぎゅっと凝縮して盛り込んであります。これまでに日本全国、そして海外の方々がこのプログラムに参加して英語の学習が習慣化しました、大きな達成感が得られましたという感想をくださっています。 PDF 教材なので、申し込んだらすぐに学習がスタートできることも、このプログラムが人気な理由の一つです。21日間セルフコーチングプログラムに興味を持たれた方は、ぜひこの動画の下のリンクをクリックしてみてください。さらに詳しい情報がご覧いただけます。このプログラムが皆様の英語学習の習慣化のお役に立てたら本当に嬉しいです。ぜひこのプログラムでご一緒しましょう。